エルベモラン・エルベモランは、フランスの政治家。現在、ノルマン・ディー・地域県知事。ウール・ケンポン・オード・メール・ポーゴで今出身。ノルマン系。フランス民主連合の副議長兼スポークスマンとして2007年、フランス大統領選挙では、フランスワ・バイル陣営にあったが、選挙後、フランスはフィヨン内閣の国防省として入閣した。場主として競争馬の所有もしている。 2002年6月16日下院国民議会議員にノルマンディ地方ウール県第3区から立候補し当選する議会ではフランス民主連合に所属し同会派の指導者となる2007年大統領選挙後より中道に傾斜しフランス社会党との同盟を目論んだバイルは中道新党民主運動を結成するこれに対してモランは UDF 党内が ニコラ・サルコジの国民運動連合よりであることを理由にバイルと多元は勝ち、UDF の中道右派はサルコジ支持に回った。私生活では弁護士であるカトリーヌ夫人との間に双子の男の子がいる。目標とする政治家はシャルルド・ゴールとピエール・マンデス・フランスである。ありがとうございます。